今追った猿、もしや。なんか追ったような気がする。いや、ジャイアンかーい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、秋の月3日。おい。よしよし。よしよし。今日も元気だね、ココアは。外に出ますか。晴れてることだし。あ、もう早速芽出とる。これね、とりあえず秋の月に入って、いろいろと作物を買ってきて、あれどこ行ったあった。買ってきて、種をまいたんだけども。お、いいね。よいしょ。とりあえず、人参と、さつまいもと、あと、なでしこがあったけん、その3種類を買いました。なんか種をまくのもめちゃくちゃ簡単に。あー、そっちじゃない。種をね、まくのもめちゃくちゃ簡単になったけんね、嬉しい。なんかいっぺんに、何マスやっけ？いっぺんに 6?9? なんかそれぐらい負けるけんさ。超絶楽。お、いいね。あ、てかなでしこの花めっちゃ可愛いやん。早く咲かんかな。よいしょ、OK。さあ、これで、6個や。ちょっと待ってね。卵を回収。あ、で、私あれなんよね。コッコのおやつ、ちょっとまだね、動物屋さんじゃないわ。なに？なでしこ？なでしこまだできてないんだけど。でもできたらあげれるよ。秋の月17日まで。17日まで咲くかな？それぐらい経ったら咲くかな？まだ道端とかで、ああやって言ってくるの一個もクリアしたことないけんさ。クリアしたいんやけど。ちょっと待って、鶏屋さん多分9時からやったんよね。はい、寝まーす。めっちゃ邪魔なとこやと思うけど。土曜日は空いとったんやっけな。どうもー。あ、空いてるね。オッケー。あ、でも私今お金少ないんや。なんか、種をさ、一気に大量に買ったら、めっちゃ、お金がなくなりまして。ああ、おやつ。また今度買う。また今度買う。今ね、200円しか持ってないんだ。つら。小学生より持ってないわ、きっと。やば。森の動物たちは、森の動物たちは元気かしら。ちょっと待って、とりあえず、おるかな？あ、猿。熊もおるっぽいね。怪しくないです。何一つ怪しくないです。あれ？猿おらんやん。ちょっとどこ？そうやってうろちょろするのはやめてくれないかしら。なにこれ？この蝶何？て紫縦葉。綺麗かどうかはちょっとよくわからん。私的には毒々しいような気がするけど。てかこれ何の実？これくるみ？くるみってこんなんやったっけ？なんか私が思っとる。お、何あれ？ちょっとなんか入れる瞬間、リュックに入れる瞬間ちゃんとくるみなんやけど。え、でもパッと見さ、めっちゃなんか青リンゴっぽくない？てか、おらんし。なんなん？どこ行った？ほら、なんかめっちゃ変わったやん、なんか。変わったやん。ん？今追った猿？もしや。なんか追ったような気がする。いや、ジャイアンかーい。全然猿じゃなかったわ。あ、これを使っている間は話しかけることができないのね。なるほど。これを使って一応、見つけることはできるようになったけんね。よしよし。かわいい。かわいい。熊にも挨拶に行こう。パシャーン川。さあ、使いますか。一回一回この演出いるかな。あ、こっちなのね。はい。んどこ？なんか今違う方向向かんかった。気のせいか。あ、いた。いや。熊とも結構仲良くなってけんね。さあ、これで。あ、もうみんな集まっとる。早くない？こんな時間からなの？今日は女神祭か。何をするんだろう。まさかビーナさんが来るわけでもないだろうし、まあね、そこ多分姿を現さんよね。今日は一年に一度の女神祭だ。かつてこの町に大樹を植えたという女神を叩いて、みんなで盛大に祝おう。いつもの仕事は忘れて、今日は思いっきり楽しんでくれたまえ。仕事にうるさいヤーメイさんが珍しいことを言うもんだな。今誰かがわしの悪口を言ったか？どうして今のが聞こえるんだ？あ、てか、めっちゃ今更なんやけどさ、ヤーメイさんの名前ってあれなんや。メイヤーを逆にしたんやね。市長とかそういう意味の。まあよい、今年も毎年おなじみのダンスからだ。それでは今年の女神の登場だ。拍手で迎えてくれ。おー、かわいい。あれ、しずかちゃんじゃないねえ。しずかちゃん？てかみんな忙しい中、いつの間にこんなの練習したの？なんか普通にメインやし、しずかちゃん。え、かわいい。よそから来たしずかちゃんがなぜいきなりメインになってるの？かわいいけれども。まあいいね。超癒されるね。何頭の葉っぱ？かわいい。おー、いいね、いいね。アップになってもちゃんとあの格好や。しずかちゃん、どうしたのその格好。借りたの。ダンスも頑張って覚えたのよ。あんなにいつもバタバタしてるのに。しずかちゃん、ビーナさんより女神らしいや。いや、それは違うでしょう。褒めても何も出ないわよ。もう行かないと。それじゃあね、のび太さん。何、イベントでも忙しいんすか？女神祭っていいな。毎年こんな感じかな。でも会話内容とかは変わりそうな感じするけどね。みんな実は夏より秋の方が涼しくて遊びやすいのかな。まあ、そうだろうね。そうだろうね。大体は。あ、でもちゃんとあれやね。ヴィーナさんの格好と同じような格好ではあるんか。頭になんかつけとるもんね。いや、特に用はないけど。でもやっぱりヴィーナさんの方がちゃんと女神様って感じよ。うんうん。まあ当たり前っちゃ当たり前なんやけどね。何？どうしたの？井戸端会議ですか？チックったらね。まあそうなの？意外だわ。二人は話が長いんだよな。まあ女の人って大体そんな感じよ。話に加わっていく？何の話してるの？まあまあ、のび太くん、こんにちは。チックくんがね、この間ヘレンさんにプレゼントを買ってきてくれたんですって。もう優しい。しかもそれが熊のぬいぐるみなのよ。まあ可愛いところもあるのね。そうなのよ。私がぬいぐるみなんて笑っちゃうわよね。でもせっかくのプレゼントだから大事にしまっておいたのよ。おう、しずかちゃんまで来た。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いいところに来たわね。お話ししましょう。女の人がどんどん増えていく。それでね、その後にね。まあそんなことも全然しずかちゃん加わってる。あ、そうそう。もともとはね、チックがね。素敵ですね。のび太がついていけてない。話が長そうだ。もう行こうっと。いや、なんか正直女の人は全然、5時間、6時間、いや、なんなら7時間、8時間でも、全然話せる。全然話せる。てか、カラオケに行って、そんだけ話しよることもあるし、もちろん間で歌も歌ったりするんやけど、私この小麦がめっちゃ欲しくってさ、買おうと思ったんやけど全然お金がないんよね。パンをね、焼きたいと思って、オーブンあるけんさ、焼けるやろ。けんそれを、頑張って私はお金を集めようと思います。さあ、ってことで。あ、ちょっと待って。ココアより先にこっちの、コッコを中に入れといてあげよう。はい。おやつはまた今度ね。さあ、そして、ワンコや。ボールとかないんかな？今まであったよね。はい。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあまたせっせせっせとお金を、鉱石を掘ってお金を集めていろいろと充実させていきたいと思います。